グラスコックピット、グラスコックピット、ガラスのコックピットの意は乗り物の操縦、運転に必要となる各種情報をアナログケーキを用いず、ブラウン管ディスプレイ、CRT や液晶ディスプレイ、LCD に約表示したコックピット操縦席である。もともとは航空機のコックピットについての表現であるが、鉄道車両の運転台や自動車の運転席についても、 同様の表現が用いられる。従来の機械式ケーキでは、一つの情報を表すのに最低一つの表示面を必要とした。表示は、アナログ時計のように回転する指針と、ボビン型の回転板に記された数字で表す、古典的な機械式デジタル表である。そのため、操縦席は、多数のアナログケーキが並び、乗員の負担につながっていた。また多発機では、 操縦席正面だけでは表示しきれず、エンジン関連計器は後方に、航空機関指席が設けられ、そこに表示されていた。グラスコックピット化することで、モニターに情報を集約できるようになり、従来は別々の計器に分かれていた、速度計と高度計を統合することも可能となった。主たるモニターには、正面に水平儀や、その左右両脇に数字による、 デジタル表示と上下にメモリが動くアナログ表示を兼用した速度計と高度計、昇降計などが映し出される。また別のモニターにはエンジン回転数、燃料流量、広報、エラー表示、電気系統、油圧系統、燃料系統、客室の気圧など任意の情報を選択し映し出すことができるために景気数が大幅に減り、それまで必要としていた 航空機関士など、各機器の操作担当乗員の削減や読み取り作業の負担軽減、初期費用の削減や整備性の向上などに繋がっている。またヘッドアップディスプレイを追加することで視線を大きく動かさず、速度や高度など重要な情報を確認することができるようになる。現代では飛行モードに合わせた画面レイアウトの変更、タッチパネルの採用による、 操作性の向上、電子チェックリストや航空図、空港情報など、フライトバックに入れて持ち込んでいた書類の表示、エレクトロニックフライトバック、航空図やレーダーへ、気象情報をオーバーレイするなど多彩な機能が実現されている。また自動操縦装置や、フライワイワイヤなどの操縦システム、エンジンケーキ、乗員警告システム、アイクスや、電子式集中化航空機モニター、 イカムムななどのの監視システムの情報を表示するる装置となった機種も出てきてきいる従来は信頼性の不安感から補助計器主として、非正義、速度計及び高度計は、機械式と決まっていたが、現在では信頼性が向上したことにより、補助計器も液晶化されることが一般的になっている。このため大型旅客機だけではなく、軽飛行機、飛行船、回転翼機、 軍用機など航空機全般で採用される方向にある。グラスコックピット化は表示装置の変更であるため、ウィングレットと同じく基本設計を変更することなく導入できる。このため心臓機への採用だけでなく、アナログケーキを採用していた機種のアップデート版で、グラスコックピット化が行われることもある。例としてボーイング737は当初、アナログケーキを採用していたが、 近代改修型の 737NG でグラスコックピットに変更された。また表示レイアウトを変更できる特徴を活かし、画面上に従来型と同じアナログケーキを同じ並びで表示するモードを採用することで新規の資格取得が不要となり、パイロット育成のコストを抑えることができることがセールスポイントとなっている。アビオニクスの製造大手のガーミンでは、 心臓器向けの OEM のほか、既存の軽機類と交換するアップグレード用として、短座の軽飛行機でも搭載できる一画面の軽量モデルや複座向けに大型旅客機と遜色ない機能を備えた本格的なシステムを単品で販売しており、オーナーは整備工場に持ち込むだけでグラスコックピット化することができる。航空法で定められた認定を受けた電子部品と 複雑なソフトウェアは機械式のケーキに比べ効果であるため補助ケーキの液晶化に止める例もある。民間の旅客機では1982年に就航したボーイング767型機が最初に採用した。この技術はスペースシャトルのオービタでも使用されている。明確な定義はないが現在最も先進的なグラスコックピットを採用している航空機は ロッキード・マーティンなどが開発したカイマイナス35戦闘機が有名である。同機は一つの大型な液晶パネル内で様々な情報が表示される仕組みになっている。またタッチパネルを採用したことで物理的なボタンを減らしつつ操作性を向上させている。電子飛行計器システムエレクトロニックフライトインストルメントシステムエフィスは従来の電気機械的な計器の代わりに 電子的な表示技術による景気表示システムである。f スはプライマリーフライトディスプレイ、PFD、マルチファンクションディスプレイ、MFD、エンジン景気、乗員警告システム、IX のディスプレイから構成される。以前はブラウン管、CRT が使用されていたが、現在では液晶ディスプレイ、LCD が一般的である。複雑な電気機械式姿勢表示系。 アジア、水平儀、氏は、最初にエフィスへ置き換えられる候補になった。しかし、現在でもいくつかの電子表示ではない景気が、操縦席にある。経営飛行機用のエフィスは、表示装置、制御、データ処理機などがユニット化されており、一つの表示装置で、飛行状態や後方データを表示することが可能である。ワイドボディ機の場合、複数の大型ディスプレイの、 表示レイアウトを変更することもできる。鉄道車両でも類似するものがあり、日本においては、1982年に登場した、日本国有鉄道の東北、上越新幹線用の200系車両において、初めて運転士支援システムが採用された。これは、まだ、グラスコックピットにはほど遠い白物だったため、今まで、このページにおいては200系の運転士支援システムに、 ついては言及してこなかった。しかし、この200系は日本の鉄道車両におけるグラスコックピットの導入における先駆けとなった大きな出来事であったため、今回の番ではこのことについても取り上げることにする。当時の国鉄の新幹線車両である0系は運転席に2人が乗務していた。だが、当時の国鉄の財政は赤字であり、大変逼迫していた。そのため、 新たに開業する東北、上越新幹線用の200系は、運転席に一人だけが乗務することになった。だが、そうすると、もし、車両故障が発生した場合、確認に行く人が、車両側からは出せず、地上からの派遣を待つことになってしまう。そこで、運転席上から故障の確認ができるシステムとして、この運転士支援システムが導入された。つまり、 当時の赤字国鉄における人権費削減として運転席に乗務する人数を二人から一人に削減するために登場したのが200系の運転士支援システムであった。ただ、当時の運転士支援システムはグラスコックピットとはほど遠い代物であった。だが、日本の鉄道車両におけるグラスコックピットの導入は、この200系の運転士支援システムの延長線上に 位置づけられている。そして、1985年に登場した新幹線100系で CRT 式のモニタ装置でスプレーがカラー化され、その後もモニタ装置の普及に伴い、1990年代以降は、表示デバイスを LCD に置き換えながら、在来線車両にも広く普及した。ただし、速度計や空気圧力計などの主要計器については、 セブンセグメントディスプレイやアナログ指針による表示方式を損知している車両が現在においても大半である。一方、東日本旅客鉄道 JR 東日本では1995年に登場した E2 系 E3 系以降の新幹線車両は速度計も LCD による表示に置き換わったほか在来線車両でも2000年代後半から 導入された E231 系均衡タイプ後期、導入者 E531 系などでは空気圧力系などの多系機もほぼすべてが LCD による表示に統合された。これらのグラスコクピットは TIMS により構成されている。JR グループ他社では東海旅客鉄道、JR 東海、西日本旅客鉄道、JR 西日本、 九州旅客鉄道 JR 九州の新幹線車両300系、500系、700系、800系、N700 系において JR 東日本の新幹線車両と同様のグラスコックピットが導入されている。700系新幹線の派生型車両である台湾高速鉄道 700T 型でも採用された。JR 西日本では 在来線車両でも2015年に登場した227系にグラスコックピットが導入されている。私鉄では小田急電鉄の5万系ファシアが初めてグラスコックピットを採用した。他社でも西武鉄道や相模鉄道、東京地下鉄、東京メトロなどで採用例が増加しつつある。自動車におけるグラスコックピット化のメリットも航空機とほぼ同じである。 自動車は、航空機と比べれば、景気デザインに関する制約は、もともときつくはなく、以前から、デジタルメーターや、自発光式メーターなど、様々なデザインの景気板が用いられてきた。また、1990年代後半からは、高級車を、中心に、景気板内に、液晶や LED、UKL などを用いた小型ディスプレイを設け、トリップメーター、オドメーターや、 AK ギア段数、隠し警告といった運転支援情報を表示させるものが増加してきている。ほか、カーナビゲーション用のディスプレイでエアコンやオーディオなども統合操作できるものも多く登場している。さらに、景気版全体をグラスコックピット化することで、これらの情報を1枚のディスプレイに統合表示することが可能となり、多機能化、複雑化が進む自動車において、 デザインの自由度向上や、ドイバーの利便性向上が起とされている。一例として、水温計や回転計を消して、機能選択メニューを出す、ギア段数を表示する、ラジオやオーディオの選曲、選曲を表示する、クルーズコントロールに関する情報を出す、といったことが、ソフトウェア側で自由に行えるため、機械式計器のように、キロメートル毎時と MPH で、 形基板を作り分ける必要などもない。表示をドライバーが的確に読み取ることさえできれば、画面デザインに制約はないが、各メーカーとも基本表示は、従来のアナログ指針を模したデザインとなっている場合が多い。これは、ドライバーの慣れや、インテリアとの調和、また、変化の度合いを読み取りやすい、アナログ表示の利点を活かしていることによる。例えばジャガ、X、j a g ー r XJ の、 画面デザインについてはメーカーの見解としてインテリアとの調和という理由が紹介されている。だが一部のトヨタ社は速度計にデジタル数字を使用している場合もある。日本においては2007年秋の第40回東京モーターショーに出展され、翌2008年2月に発売されたトヨタ自動車のクラウンハイブリッドで初採用された。世界で 初めて景気版すべてを LCD1 画面に集約表示する方式を採用し、機械式アナログ写真を配した。シャープ製の1280-480ドットの高精細 TFT 液晶を採用しており、夜間走行時にはナイトビュー、暗視システムによる前方映像を表示させたり、カーナビゲーションのルート案内時に進行先の車線情報を表示したりといった。 従来の機械式メーターでは困難だった表示を実現している。その他、日本車では2009年3月にモデルチェンジされた、トヨタクラウンマジェスタ5代目モデルや、レクサスでは同年にマイナーチェンジされた、LS4 代目モデル2010年4月発売のレクサスルファ2013年5月発売のイズ F スポーツグレード2014年10月発売の RC F スポーツグレード RC 回2015年10月発売の RXF スポーツグレード2015年11月にマイナーチェンジした GSF スポーツグレード及び同月発売の GSF に採用されている。欧州メーカーではランボルギーニレベントンやジャガー XJ、BMW7 シリーズ、メルセデスベンツ S, S クラス、キア K9、キア K7、 キアシード、二代目プロセイ DGT、ヒュンダイエクンス、ランドローバーレンジローバー、フィアット500、ボルボ S60、キャデラック XTS、フィアット500、アバルト500などで採用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。